ハロー、高木です。ということで今回は、東京の某所に来ているんですけども、とりあえずね TikTok とか YouTube ショートで取り上げられてたらしくて、居酒屋さんやねんけど、なんかね結構ルールが厳しい、接客態度がやばい、お酒をめっちゃ飲まされるみたいな、その3杯以上飲めへんともう店に入んなみたいなこと書かれてんのよ。口コミとかもねやばいよね結構。 YouTube で紹介されたので言ったら、後悔した、料理はまあまあ美味しかったが店員が横暴でとにかく罵声が聞こえていたって、飲まないなら出ていけとか言ってて最悪だった、結局すぐ出たら冷やかしなり二度と来るなと言われた、こっちから願い下げで怖いな、嫌やな、俺怒られるの嫌やねん、この年になって怒られるの嫌やねん、俺もう学生時代に散々怒られまくったから大人になって怒られたらええやん。というわけで検証、結構竹焼き、いろんな居酒屋行っててさ、なんかこう割と最終的におっちゃんと仲良くなるっていうことが多かったけど、そんな竹焼き VS すげえ怒られると評判の居酒屋のおっちゃん、果たして最終的に怒られてるのか仲良くなってるのか、はい、それは早速そちらの、低評価の居酒屋さんまで行ってみましょう。竹焼き賞、はい、入店します。こちらがその店ですね。2人で1人3杯ずつ買ってことでお願いして、僕が例えば6杯で、彼5杯1杯で6杯で、ああ、3杯ずつ1人3杯ずつでお願いします。必ずお酒です。お酒しかない。はい。了解です。はい。ここだけですか。レモンハイと梅酒とかあったんですけど。梅酒は美味しいです。酎ハイでネギマ2つ、ささみ2つ、1杯以上で。焼き物以外なんでちょっと見ていいですか。一旦店内に入ったと言ったので、お疲れ様です。結構すごいな。まあでも難しいとこやもんな。そう書いてるからさ、そういうやつが来いって言ってるからさ、だから悲しいわ。俺あんまり強くないからさ、なんか鼻から振るなって言われてるみたいな。3倍やったらギリいけるかなっていうのがあるから。だって当店に見合わないお客様はサービス料として 30% をいただいておる。1杯2杯しか飲まない客は来なくて結構強気なんだ。まだ味とかの問題もあるからね。で今日はあのちょっとねスタッフも一緒に来ておりますので、スタッフ含めたら計6杯頼まなかっていうか。はい、そうです。辛いな。じゃあ一つ目、なんかうずら卵の大根おろしみたいな。串料理も絶対に3種類頼んでほしい。で、ある種ジローゲラーメンみたいなもんじゃない。あとはめっちゃルール厳しいやん。だからそうやと思うんだよな。結構すごいな。トイレで喫煙禁止で、規制が隠したら罰金100万って書いてある。マジで。なんか雰囲気がちょっと怖いんだよな。はい、ありがとうございます。これ抜けてるよね。一人串から2つ食べてください。めっちゃうまそう。知ってる？うまそう。本人に言ってます。うん、半生。うん、あれみたいなのがいいと思う。ぶっちゃけ俺は何が正義か分かれへん。だって言えたらさ、これぐらい厳しく何倍以上頼めって言えへんかったら元が取られへんっていう可能性もあるやん。儲け的なところで言えばね、これぐらいこう厳しくした方がなんかこう賛否両論の気があるのもいいのかなっていう風にも思うけど、どう思う？いや、まあ、確かにちょっとでも厳しいかな、口調とかね。まあまあちょっとね、もうちょっと別にな、別にお客様は神様だと思われて、まあ、もうちょっとなんか寄り添ってくれてもいいのかな。いやだからみたいな、どれ頼めばいいのみたいなさ。でもさ、言われるんよ。最近このシリーズやってて、一番キンキンがその屋台グリューみたいなとこ、はい、TikTok のその低評価の店で、まあ顔なじみやったから、まあ、カメラ回ってるって風な感じで言ってんけどさ、その視聴者からしたらさ、思んないからカメラ回ってる状態でみたいな。なんかさ、こんだけ気にしろとかさ、そういうことめっちゃ文句言うのにさ、許可取ってたらさ、思んないとか言うじゃん。はい、むずくない？そんな言い出されたらさ。いや俺らそうしたい。で、一つエピソード言ってる。今まで言ったシリーズで、結構消させられました。あ、マジで？あ、知らんかった？知らんかった。消させられた。マジで？しかも結構な感じで、なんか俺が真実伝えたいから、別にそのめっちゃ悪く言ってたわけじゃないよ。しかもなんでなんやろみたいな。まあじゃあ難しいやん、そのルールやねん、その店にはそのルールがあるからさっていうぐらいギリギリのことはやってるけど、でもそうなったらやっぱり動画を下げなあかんっていうこともあるから、その後にさ、ちょっと顔なじみとかやったからちょっと文句言われるのちょっと尺やなみたいな。なるほど。ちゃんともやってるって。これに関してはもう本当にマジのことってなったら、今度竹焼き賞のチャンネルが持てへんよ、そんなん作り続けたら。まあね。おいしい。味わい厳しいやろ。
さ、なんかちょっと嫌やなと思ったのがさ、飲食店居酒屋とかやったらさ、ドリンクを頼めばやっぱりその儲けになるっていうのが分かるよね。それは分かるよ。けどなんか書き方がちょっと嫌やな、なんか弱いやつ来んなみたいなさ、いやそれはどうしてもさ変えられへんもんやからさ、せめて同じ値段でもいいからソフトリで3倍以上とかやったら分かるよ。うん、確かに。なんで分かんねんな、ソフトリ同じ値段でもいいやん。なんでそうなんやろ、そこがちょっと疑問だよ。足強くなってますんで、チェスチェスチェス、この時代にさ、今のそのコンプラ電子をさ逆行してさ、アポ取らずを受けさせられて、そこは真実求めたかったけど、でもそういうことばっかも知られへんっていうのはちょっと理解してほしい。はそこに見えたけどさ、お酒の弱い方入ってこないで、店側からの本音迷惑。結構強い系のやつしかないねんな。美味しとかないもんね。なんかだってさ、じゃあこの中で一番弱いお酒なんですかって言われたら、なんか怒られそうやもん。あーみたいな。その瞬間になんか変わりそうやん。目の色。薄め200円増しって書いてる。え、うぅぅ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 ウロハイ、ウロハイ、ウロハイ、2つ。濃いめ0円無料やけど、薄めにしようと思ったら200円取られるんだよね、皆さん。そんなことありますか？どうでもいいけど、この種めっちゃうまい。これでずっと飲めるもん。どうしたの？なんか、今回？うん、はい。楽しくなってきた。この店、いいかも。やばいな、でも俺1杯目であろう。いや違うよ、俺ね、さっき梅酒とかの弱い系で1杯飲んでたからさ。まあね、そうやね。強いよ、全部。2品目。ウーロンハイとネギマ。ネギマの肉の部分がとんでもでかさやねんな、これ。え？ウーやん。ネギマいただきまーす。ちょっとネギマでたどり着けへん。あ、おいしい。いや、こういう時関西人節で圧で来られたらさ、そのより上の圧でねじ伏せようと思う。関西人そういうとこない？確かにな。ふぅ、結構あかんかもしれない。いや、でも動画消されたもんな。悲しかったわ。そこのなんかあかんシーンだけカットとかでもあかんかった。いや、もうあかんかったもん、それ自体が全部あかんない。なるほど。味美味しいよな。美味しい。自分でも鶏あんま食えへんのよ、居酒屋で。鶏結構好きやん。美味しい。美味しい。でも逆にそれぐらい自信がないとそんな強気には出られん。ああ、そういうことか、うん、確かにな。確かにこれがもう某なんかね、チェーン居酒屋みたいなクオリティやったから言ってみたら。No。 ああ。いや、これさ、絶対に割合強いわ。あ、マジで？うん、わかる、わかるでー。 3% とかじゃない？ 3% とかじゃない、この用事じゃない、これはリアル7ぐらい、そう、氷結ぐらいある。うん、麺の部分もうまい。でも、お客さんは満杯。うん、山椒とかかけてもうまいかもな。顔結構赤い。いや、赤い。お酒強くても入れてや。飲んでない。世の中、お酒強い人が多いってことや。だってさ、お酒飲んでたらさ、お水飲みたくなるやん。うん、お水からも飲ませてもらわないえ？お水660円する。しかも、チェイサー飲み。どういうこと、チェイサー飲みって。言うたら、割ったりとか。ああ、割ったりとか。だから、それだけの飲むのはなしってことか。そういうこと。チェイサーって何ですか？あの、言うたら、水割りとかさ、お酒においで入れる。ああ、なるほどね。アルコール薄くするためのってこと。まあまあまあ。それならありってこと。あ、でもなんか、ジローの雰囲気を感じるな。あ、さっき帰ってるけど。ジローがどんだけ悪いって話。お前。普通にもっとしたいのよ。やっぱそういうものも独裁国家的な。まあでも串は全部うまかった、それは正直。だから俺嘘言いたくないから。まあね、串はマジでうまかった。美味しい。結構俺そう鳥って苦手なんだ。だから居酒屋とか会食とかでも焼き鳥の店ってなったらちょっと苦手すねってな話があるよ。でそんなものがうまって思ったから。なんだろう、まあとりあえずうまいって。それは間違いないです。いやでも俺がその YouTube に対する気持ちって、まあもう言ってるから言うけども、本当にね、俺は
は嘘に言いたくないから真摯にみんなで向き合ってるつもりなんよ本当に。だからそのね動画の普段話してる内容とかあといろんなとこ行ったりするとかっていうのもやっぱこう楽しんでもらえるためにやってることやから、それは間違いない本当に。 YouTube 好きやからじゃなんか毎日動画とかしようと思えへん。好きやからできることやから。本当に嫌なことやらんでいいの。好きなことだけを伸ばしたらいいよ。それが一番ね才能が開花するための近道やと思うよ。なるね。強いな。何かアルコール強いよ。絶対強いよ。こんなおかしいよ。これ書いてるよ。2杯しか飲まんやつは飲んだ。2杯しか飲まん客は赤字。3杯しか飲まん客はコント。4杯飲む客は黒字。5杯は大感謝。別にお前らに感謝されるために俺ここの店来てないから。それは間違いないわな。はい、引いてるやん。俺の尊敬っていう言葉とお嬢の尊敬の尊敬いくら。めっちゃ怒ってる。お前赤多分ね、店員も引いてるもん。あいつヤバみたいな。要はあのポテンシャルでここ来たのね。今しかないからみんな人生楽しもうぜ。ほんとにいろんな種類の低評価があるってことやで。ほんまになんかただ接客の問題とかなんかもうあのね強めのルールが多いとかそういうのでなるな。破壊とかさぼったくりとかあるやんか。このタイプは初めてやわ。なんかあまりにも強いこだわりというかルールが。まあでもこんなに人が強いってことは言っていればそれでもいいっていうお酒強い人が来るってことやね。まあ美味しいから。そうやろうね。まあまあまあそうなんよ。まあそういう人を求めてるってことやから仕方ない。そんなところに言わず来んなって話は。まあまあまあそういうことか。すいませんでした。すいませんでしたよ。本当にだって書いてるもん。いや作んなって。おい来てしまって俺が悪い。あかんって言ってるのにな。プロ野球のトライアウトにさ昔小学校の時にソフトボールしてた俺が受けに行くみたいなもんや。あかんやんそんな。調子乗んなって話や。誰が調子乗ってんだよ。めんどくさい。俺がしたことない。頑張るわ。でも。うわ。終わったわ。確かにこれは終わったな。ごちそうさま。はい、というわけで改めてごちそうさまでした。顔めっちゃ赤くない。な飲めへんやつは飲まん方がいいってことやな。でなんかシェアあかんかったらしくてちょっと兄がこう渡して、まあ、飲んでる感じの素振り見せたらもうそれがもうアウトっていうので普段の 40% プラスで1万4000円ぐらい請求された。まあでもそういうルールやったから仕方ない。そういう風にちょっとわからんかったけど渡してたからすごい。まあでも味は美味しかったっていうのだけは、はい、否めないんで。けどルールがやっぱ厳しいのでまあそのルールを分かった上で行ったらいいんじゃないかなっていうのでまあちょっと僕もねもうちょっと前情報調べといたらよかったなっていうの僕にも非があるんで。はい、でも味は美味しかったしちょっとそこら辺のシェアみたいな部分をしちゃったんで仕方ないなっていうのは思いました。ごめんちょっと寄ってるからオチ考えれません。それでは次回の動画をお会いしましょう。いいこれでいつもにじゃあねー。僕たちは絶対絶命。